皆さんこんにちは。それでは第17課福音はヨーロッパへの復習を簡単にしてからクイズを解いていきましょう。パウロの2回目3回目の宣教旅行を通し、福音はヨーロッパ大陸、そして文化の中心地だったアテネに伝えられます。しかし各地で設立された教会では様々な問題が起こります。そこでパウロはそれらの教会に手紙を書きました。その一部は新約聖書に収められ、現在まで伝えられています。パウロたちが第2回宣教旅行に出発した理由は、第1回宣教旅行で設立した教会の様子を見るためです。パウロとバルナバはエルサレムでの会議後、アンテオ家に戻って活動していましたが、パウロはある日、みんなの様子を見に行くことを提案しました。第2回宣教旅行でパウロに同行したのは誰でしたか？シラスです。途中からはテモテも同行しました。彼らはシリア州を通り、ルステラへと向かいました。バルナバに同行したのは誰ですか？マルコです。パウロはマルコを同行させることに反対し、バルナバとパウロの間に激論が起こり、彼らは二手に分かれ、バルナバとマルコはキプロスへ渡りました。ピリピの獄吏は信じて何をしましたか？一家揃ってその夜のうちに洗礼を受けました。パウロとシラスが大声で獄吏の自害を止めると、おののいた獄吏は、救われるために何をすべきかと聞き、福音を信じるに至ったのです。コリントでパウロに協力した夫妻は誰でしたか？アクラとプリスキラです。アクラはポント州出身のユダヤ人で、天幕職人でした。パウロはアカヤ州の首都コリントで彼らに出会い、その家に住み込み、ユダヤ人やギリシア人の説得に努めました。パウロの職業は何だったでしょうか？天幕職人です。使徒行伝の18章3節には、パウロは彼らのところに行ったが、互いに同業であったので、その家に住み込んで一緒に仕事をした、天幕作りがその職業であったと書かれています。理解することと信じることはどう違うと思いますか？聖書は信じることの重要性を説いています。アテネの哲学者たちはパウロの説明を聞いて理解しましたが、信じようとはしませんでした。しかし、ピリピの獄吏はパウロの簡単な説明を聞いてすぐに信じたようです。その違いはどこにあったか考えてみましょう。SKK では聖書講座を開講しております。より詳しい内容について学んでいただけますので、ぜひお問い合わせください。